日本関東地方神奈川県横浜市神奈川区近光町近光町は横浜市神奈川区の町名。町名のない単独町名である。住居表示未実施。神奈川区南部の臨海部に位置し、横浜駅東口に近い。北西を JR 東海道本線や京急本線の線路が通り、中央を国道1号や、 首都高速道路神奈川1号横羽線が通る。国道1号は、金郊橋で、西区境の新殿館側を渡り、その上部に、首都高速の金郊ジャンクションが構築されている。川沿いの、以前、そ豪横浜店の駐車場があった一角は、大野町、栄町の各一部とともに、ポートサイド地区として、再開発され、金郊町には、そ豪と直結する。 商業施設横浜ベイクウォーターが建設された。町の北部は、京急神奈川駅に近く、予備校や専門学校などがある。近郊町の面積は0.163平方キロメートル。2000年の国勢調査では、人口は50人に満たなかったが、2010年11月時点では775世帯1548人が、暮らす。 1944年2月1日に、林町と高島通りを合併して新設された。町名は、神奈川の港、西木の港から来ており、横浜港を意味する。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。